はい、どうもこんにちは。週末アウトドア家族です。こんにちは。言ってみた今回はもう率直に念願の、はい、じゃん、ポータブルバッテリ ーご提供いただきました。ほんまに念願やな。念願やな。一番欲しかった私がずっと悩みすぎててな。もう買うとこやったな。そこでちょっとお話をいただいて、まあこれのちょっと紹介の方をちょっとしていきたいと思います、はい、で多分これがあるだけで車中泊、キャンプ、まあ防災、家の何かあった時と全然違うと思う。あるとないよな、絶対に。夏冬個性で外でこれが丹波さん、まあ、また概要欄にちゃんと、説明とリンク貼っとくんでそちら見てもらえれば、はい、でもこんな感じ。もう開けてみて、これすごいよ。でも 1000ワット、めちゃめちゃでかいね、まあ、モンスターみたいな感じで。そのあれやのに何キロやったかな、11キロなんよ。モテる？モテるかな。おー、かっけー。じゃじゃーん。中は？じゃじゃ箱、中その白いの箱や。箱や。うん。じゃあ。あー、充電系ね。ケーブル？あ、でもこれ充電あろう。充電して使わなあかんじゃん。どうやってんの。あるわ。60% ってなってから多分いけんやろなこれ。はい、とりあえず出した感じがこんな感じなんですけど、本体と後ろの方に充電器と、これが充電、これが車で使う。そうやな、シガーソケットから充電するってやつと、トリセツ。これも全部日本語やね。わかりますね。黒っていうのがいいやん。いや、ちょっとオレンジがこうアクセント。海外の時につけやすいとか。いや、知らん。一回持ってみて、11キロ。まあまあ、まだ持てる範囲ない。頑張ろう。頑張らなかった。でもこの 1000W とかさっきも言ったけど、まあ、モンスター級で今年になってなんか2000とか3000とかでなんかいろいろ出てきたみたいなんやけど、でもそれはめっちゃ重たいんやって。なんか30キロとかあるやつもあって、これが約10キロ。キャンプでもいいし、災害でも。そうそう、持ち運びとしてはまあ10キロぐらいがまあベストなんじゃないみたいな。で、まあこの特徴みたいなもんを言うていったら、まあ、一応いろんな家電が使える。で、定格電力が 1000W 未満のものやったら、まあ、ほぼ何でも使える。だから例えば次は俺らが今考えて夏用の車載冷蔵庫、そんなんもずっと置いとったり、目安、あ、書いてる、冷蔵庫で、それがもし 50W のやつやったら350リットルで約20時間。20時間はもう使い切られちゃう。まあ他のやつとかも使ってもいける。で、洗濯機、まあ、なんかあった時の、防災としてはまあ使えるんじゃない。で、操作が簡単、ワンボタンって書いてるけど、まだちょっと分かるよ。さっきこれ押したら光ったね。で、多分今 61% ある。で、000W。ワット、ワット数やな。簡単やな。充電も見えて、ワット数も見えて。で、シガーソケット。うん、で、これソーラーって書いてあるから、ソーラーの充電にも対応してる。で、あ、そうやな。多分刺して使いたいときはこう USB をつけたらこれ電気入るよみたいな。こ
こやったら、あ、車の AC、うん、でこれが AC コンセントやな、うん、すごいほんまにワンワンやな、うん、でタイプ QC ってないんだからこれクイックチャージや、あの早いあれもいけます。あ、それやったらでも電池が食われるよ。わかりませんあんまりこの電気のことにはちょっと詳しくないんで、まあ、実際使ってみやなれな。せやな、一泊か、一泊でどれぐらい、ちょっと行ってみて。で長寿命3つ目、うん、このバッテリーの充電サイクルはまあ約1000回、うん、で1000回したら壊れるんじゃなくて、うん、バッテリーがあの 80% ぐらいになるみたいな。 80% でも十分やな。だスマホのあると一緒の感覚みたいな言ってたな。なんか充電早なるやん、うん、あの感じで。ここはちょっと完全に読んでしまう。 BMS 搭載バッテリーマネジメントシステムで、まあ、充電とかショート異常検知したらすぐ止まってくれるってやつ。でケースは燃えにくい、なんか輸送時の安全基準の、あ、あの発泡スチロール、いやこのケースやん。あの発泡スチロールなんかも使えへんやん。でもしっかりしてんの。これが UN38.3 をクリアしてんって、安全基準の。で QI 対応、これやな、多分無線充電。ああ大きな充電できるやつ。ちょっと今やってみる。カバーついてまんない。分からへん。置いてみて。ボーン言ってんな。あ、けど。置くだけで充電できる。まああのキャンプしちゃうパッと。あ、ここ置いてるわ。ああそういうことな。今使ってる電力になるんかなこれ。7ワット8ワット。今使ってて。60Hz、 この50、60は関西、関東みたいな。これが76アワーズかな。でもこの充電やったらあと76時間できますよってことでな。合ってるかな、まあ、多分そう。でもいいわ。76時間。あ、もう消えた。あ、ゼロになった。いいね。充電してみる。なんか。あ、持ってきたの、いろいろ。とりあえず、あ、そっか、携帯これでまあ普通にあの AC で、それで USB もやってみよう。 AC って押す、あ、もう押してんの、押してる、うん、さす、俺らあのキャンプとか行ったらさ、今あの LED の充電でやったと思うな。 AC に電気を削って、削ってか、これ抜いて、おお、すげえ。ちょっと使いたいものがありすぎてな。これは鬼やろ。鬼だぞいで。はい、次残すは。はい、ちょっと家で昔使ってた扇風機、ヤマゼンです。引っ張り出した。いらんか。はい、刺してみます。はい。おお、ついた。すげえな。すごいこれ、17時間。これ弱やろ。うん、中強にしてみて。中。ちょっとだけ今日そんな変わらないな、十分に寝れる。すごい。これはこの、まあ、別にハイエースやからこれを2列目からさ下向けてつけてもまあいけるっちゃいけるやん。大丈夫、うん、見て扇風機つくね。ほんでホットカーペットちょっと使おうとしたんですけど、ホットカーペットがちょっと壊れてて、なあ家でつけたらあったかくなれへんっていうな、置いときすぎたな。で、あとはパッとあったんがこの、ドライヤー、うん、それもちょっと使ってみて。夏、濡れたりしな、うん、パッと
でドライヤーって結構ワットがでかいんで、あんま使えるのが大容量じゃないと使われへんって。でそれも一回刺してみて。でもなってるから電源入れたら弱で一回やってみて。21時間、今20時間ぐらいは持ってます。今日すごい186ワットやから3時間、まあまあそれでも10番ぐらいは多分使ってな、こんな長くてもすごい。だから車中泊行ってもう経過明かす時間ないなったらもう車でやったらええやんぐらい。あ、そうそうそう、車の走りながら充電できるから、別に1日でなくなっちゃうとかじゃなくて、キャンプ行って他のから充電したり、で車中泊いろんなとこに3泊とか行った時も車乗ってる間にとりあえず充電して、そういうこともできるっていう。多分もう超相棒になると思う、これから。つけてやった、タンバ1000ってやつかな、タンバポータブル電源1000ワット、バンちゃんまあありやな、バンちゃんどことか、バンちゃんも入れたって言ったら、まあ、バンちゃん、まあ、ソーラーはまた後々こうキャンプ中とかでな足りひんかったら買い足していけば、はい、っていう僕らの新しい相棒の家族の紹介でした、はい、で、まあこれ最初に言ったんですけど、また概要欄に載せておくので、これから行った時に、まあ、ちゃんと使いつつ、でどんなあれを使って何ワットいろいろ見ていきたいんで、はい、ガシガシ、はい、何を使ったら便利とかガシガシ使っていきたいと思います、はい、知ってる方いたらコメント、えこれそんな使えるって、ああそうやな、これ便利やでっていう、先輩ポータブルバッテリー、先輩ポータブルの先輩たち、はいバイバイする。チャンネル登録、はい、高評価、コメントいただけると嬉しいです。嬉しいです。恥ずかしがってる、はい、まあそういうことで、すいません、はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。